連携は、大韓民国全羅南道甲州市出身の元プロ、野球選手、プロ野球指導者。久保リーグに所属する s k ワイバーンズの監督を務めていた。1991年、ドラフト2次1位指名を受けて、太平洋ドルフィンズに入団。現役時代、大きな注目を受ける選手ではなかった。守備は良かったものの、通算本塁打が5本と打撃に課題があった。 2000年に韓国シリーズにて優勝した後、現役を引退した。現役引退後、2006年まで現代のスカウトにいた後、2007年に現代の守備コーチに就任。同年限りで現代が解散となったため、2008年は LG ツインズに移籍し、再びスカウトとなった。翌2009年は LG の運用チーム長に配置外となる。 2010年は再び現場に戻り、2年間守備コーチを務め、退団。2011年をオフにネクセンヒーローズに移籍し、作戦、総類コーチに就任。2012年シーズン、チーム別等類数が1位になった功労により、同年オフにネクセンの監督に就任。2012年10月10日、3年総額8億、ウォンという契約条件でネクセンヒーローズの、 第3大監督に就任。2013年、監督就任初年度に、チームの創立初のポストシーズン進出を導いた。2014年に、チーム創立以来初となる、韓国シリーズに進出。しかし、サムスン・ライオンズ相手に2勝4敗という結果となり、準優勝に終わる。同年オフ、契約期間が1年残りながら、3年総額14億。 ウォンの再契約をした。2015年は3年連続でポストシーズン進出に成功したが、準プレイオフでトサンベアーズに1勝3敗となり、4位に終わった。2016年はチームの主軸選手が FA、怪我などで書いたことから、書と予想されたが、若手選手の活躍と中堅選手のリーダーシップで予想を覆し、4年連続ポストシーズン進出という結果となる。 しかし、準プレイオフで1勝3敗で敗退した後に、監督を辞任する。2017年1月17日、s k ワイバーンズの団長に就任。監督辞任直後のシーズンで他球団のコーチに、就任するのは異例であった。2018年11月13日に、SK の監督に就任。3年ぶりに監督に復帰した。2020年6月25日、 トサンベアーズ戦のクレザイ1の打席途中にベンチで突然失神し緊急搬送された。2ヶ月以上の休養を江戸年9月1日の LG ツインズ戦より復帰した。休養中 SK では僕警官が監督代行を務めた。だが9月6日に再び療養のために離脱し、9月8日に2020年シーズンの残り試合は僕警官が 再び代行を務めることが発表された。同年10月30日、契約期間を1年残して辞任した。ありがとうございます。